皆さん、こんにちは。本日は、微分の実数解の個数についてやっていきたいと思います。えー、微分を利用して実数解を解く、えー、そのままですね。早速やっていきましょう。はい。えー、まず、方程式の実数解の個数っていうのは、えー、結局、y イコール fx のグラフと、x 軸の共有点の個数というふうに言うことができます。なので、実際に、えー、この fx イコール0との実数解の個数、まあ、グラフを書くことで調べることができるよ。ということで、実際に見ていきましょう。はい、こちらです。 えー、極大と極小がもし異不号だった場合、はい、極大がプラス、えー、極小がマイナスだった場合は、実数回は1,2,3個とすることができます、えー。続きまして、極大値または極小値がこういうふうに、えー、X 軸にくっつく0だよっていう状況の場合どうなるかというと、はい、実数回、この場合は1,2,2個とすることができます。 え最後に、はい、極大と極小値が同符号、同じ符号。この場合はプラスとプラスですね。えっ、ー、と、これ上なんで。その場合は実数解はこの1個というふうに考えることができます。 えー、では、早速、例14ですね。はい、こちらの問題の異なる実数解の個数を求めようということですが、えー、今回、まあ、いきなり言われても何だっていう風になっちゃいますので、えー、ちゃんとまずは関数で置いてあげましょう。はい、y イコール x 三乗マイナス 3x プラス1。はい、こんな感じで置いてあげて、えー、あとはもう毎度おなじみの微分ですね。はい、微分をしてあげて、えー、そうすると、はい、微分したもの0の時に、x はプラマ1という風にすることができます。はい、そしたら毎度おなじみの増減表になります。えー、増減表を書いていくと、はい、こんな感じで、 感じですはい、ここで0を取る。で、マイナス1より小っちゃい。はい、その場合、プラスになって。で、マイナスになって。はい、プラスになる。はい、上がって、下がって、上がる。という感じになりますので、はい、こちら、えー、実際に、はい、x、マイナス1の時に、極大が3になって、はい、1を代入してあげると、極小、マイナス1というふうにすることができます。えー、まあ、すると、 まあ、こんな感じでグラフ書くことできますので、えー、そうすると実数解1、2、3個。まあ、今回、えー、3とマイナス1、はい、異不号だから3個っていうこともできますが、はい、まあ、こんな感じで実数解3個というふうに答えることができます。はい、では早速問い14にもありますのでやってみてください。それでは解説に移ります。問い14、カッコ1です。 y の値を、まあ、こんな感じで置いてあげましょう。えー、そうすると y ダッシュ、まあ、微分するとこんな感じにすることができまして、y ダッシュが0のとき、x はプラマ1とすることができます。で、あとはまた同じように増減表を書いていって、はい、x が -1 のときに極大は5、x が1のときに極小をマイナス3とすることができますので、はい、極大、極小が異不合になった。つまりこんな感じで次数回は3つ持つ。というふうに言うことができます。はい、続きまして、括弧に、えー、同じように、 この x の部分全部を y って置いてあげて、微分をしてあげましょう。で、微分してあげたら、えー、こんな感じになります。えー、で、また、まあ、微分したものを0の時に x の値、はい、マイナス1、1とすることができて、マイナス2、1とすることができて、はい、x がマイナス2の時に極大が27、はい、x1 の時に極小0というふうにすることができますので、まずとしてはこんな感じ、1、2ということで、実数回は2個というふうに答えることができます。 えまあ実数回、まあ、関数に起こすことによって、じゃあ求めることできますよっていうことをぜひ押さえておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。